どうも、皆さん、こんにちは、ミネットです。飛び盛り実況の続きをやっていきましょう。まあ、今回もね、特に何かやろうっていうわけではないのですが、まあ、やっていきたいなと思います。まずメールから見ていきましょうか。あ、サバンナちゃんね、引っ越ししたんですよ。結構長いこといてくれたんだけどね。半年間ぐらいいてくれたんだけど、引っ越しされてしまいましたね。さて、まずはそうだな博物館行くか。おっと、おじさん。昼の森のこぼれみを浴びるのは気持ちいいもんだね。おじちゃんバッジちょうだい。そうか、バッジが欲しいのか。オッケー。素潜り、あ、そう、素潜りしてるんだよ。あざす。やったぜ。素潜りバッジかな名前。そんな気がする。素潜り名人か。もっとくれ。もう画面つく行こうぜ。あー、ダメか。みんないないな。みさきちゃんとね、なぎさちゃんが、あれなんだよな。家が隣同士になってくれたらなとかね、思うんだけど。誰もいないじゃん。みんな元気だな。おお、マグロ。相変わらずの家だな。もっとなんか改造しないか、これはさすがに。マンボウ、マグロ。なに全然聞いてなかった。退屈なの。ここだけの話、大きくなったら薬剤師になりたいんだよね。超かっこいいじゃん。薬剤師になりたいんだ、マグロ。なぜに？お、ガビじゃん。お、ミネットじゃねえか。おしゃべりしようぜ。毎日は同じことを繰り返しだと体も心もなまっちまうよな。新しいチャレンジ、新しい出会い。俺たちには刺激が必要だぜ。誰かに村に遊びに来てもらうとか、いっそこの村に住んでもらうとかできたらいいんだかな。そうだね。アミーボカードで呼び出すことはできるけどな。ボブどこ行ったんだろうな。あ、いた。噂をすれば。会いたかったよ、ミネット君。どうしたの？何か聞かして。ミネット君、君に頼みがあるんだ。僕は蝶々が欲しいんだ。わがままは言わない。蝶々なら何でも OK さ。まあ、しょうがねえな。まあ、先に、あれ行きましょうか。美術館行こうか。よし、フタ起きろ。おはよう。やっぱ昼間は眠たいよな。気持ちはわかる。化石、あ、間違えた。化石の鑑定じゃない。寄贈するだ、寄贈する。寄贈する。でですね。あ、これしかないのか。どうぞ。うわ、きつ。これ結構なんか、グロテスクとは言わないけど、トラウマになりそうな感じだな。よーし、じゃあ他のやつはもう全部売り払いましょうか。特にない。バイバイ。おーし、ですね、ちょっとこれは切り落として、ですね、聞いた噂によれば、もう4月に入ると、あれらしいんですよ。桜の木ができるらしいんですよね。で、その桜の木ができるんだけど、このフルーツの木じゃ残念ながら桜が咲かないと。どうするかというとですね、ベルの木を埋めます。ベルの木を植えることによって、どうやら、桜の木ができる可能性が、あるんだっけな。確かなんかそんなことを聞いた。お、そう。これでな、どうやらな、できるらしいんだよ。あわよくば、ベルの木ができるみたいな。あー、なんかそんなこと言ってた気がするな。ちょっとレイチェル後で待ってくれ。先にやらなければならないことがあるんだ。多分ここら辺の木とかは、あれになると思うんだよね。桜の木になると思うんだけど、もうちょっと桜の木が欲しい。あわよくは、大量に木が欲しいよね。桜満開にして、ちょっと季節を楽しみたいと思います。どういう感じにしようかな。ここら辺せっかくさ、なんていうの？空いてるじゃんか、全体的に。全体的に空いてるから、ここら辺にも埋めて、センベルで埋まるんかな？なんか、怪しいよね。怪しいな。できるんか、これで本当に。まあいいか、やっていくか。ここら辺からせっかくなので、だな、ここを、こうする。そろそろね、あれが欲しいと思ってるんだよ。マイデザインだ。マイデザインが欲しくてさ、そのマイデザインをすることによって、その村をさ、綺麗にしてあげたいんだけど、残念ながらないんだよね、そのマインデザインが。ああいうのは誰かからもらったらね、手っ取り早いとは思うんだけど。これでももったいないかな。まあいいか。ちょっとやっていきましょうか。せっかくなんでね。おーし、まあまあまあ、こんなもんでいいでしょう。ここら辺でね、花見がしたいんだよな。できればあれが欲しい。椅子とか欲しいよね。椅子とかがあったらいいんだけどな。まあ俺には残念ながらその公共事業がないからな。できればそろそろ話しかけてほしいんだが、話しかけてくれないよな。そらな、しょうがないね。あ、蝶々、忘れてたわ。待って、レイチェルが話しかけてきてくれてる。何、どうしたどうしたどうしたレイチェル。公共事業だろねえ、三角の標識作んないかい。来た、公共事業の話をしたら公共事業が来てくれるんですよ。もう、一つ名物みたいなもんが必要だよ。一つ目の名物って何かって、それはもちろんミネット村長。あんたさ。というわけで、しずちゃんにも伝えとくし、公共事業のアイディアとして覚えといて。ありがとう、レイチェル。本当にやっぱレイチェルだな。大好きだぜ、レイチェル。まあ、こんなもんでいいでしょう。桜の木。これでできるんかな、本当に。金のスコップで、なんか、ベルをいっぱい入れたら、桜の木が咲くらしいんですよね。だからね、ちょっと楽しみですね、これは。ここでお花見したいですね。レベッカなんかない？あんたには食べるとふるさとやお母さんのことを思い出す食べ物ってある？雪の宿かな。お袋の味ってやつね。あるよ。いいわね、ミネットくん。例えばステーキとか、そういうのは大切にして次の世代に伝えていきたいわね。ひんひん。思い出の味がコンビニ弁当じゃちょっと寂しいもの。確かに。まあでも俺のやつもスーパーに売ってるようなやつだけどな。雪の宿。ボブ持ってきてやったぜ。虫だよ？虫だよじゃない。蝶々だよ。はい。アゲハチョウ。すごい、しっかりと、虫かごに入れて渡してあげる村長の優しさ。なんでそんな可愛い、あれなんだ？悲しそうなんだ？残念がってるな。鉄の甲冑だ！鉄の甲冑！ついに来たか、鉄の甲冑。なんか最近鉄シリーズが多いんだよね、俺の中で。これで、こうだな。おー、いやでも俺だったらこっちの方がいいな。女装趣味。さて、今回はこの辺で終わっときましょうか。まあね、桜の木が咲かないことには始まらないんですけど、まあ明日、明後日には咲いてくれるでしょう。この辺では、あ、配信プレゼントだ。配信プレゼント受け取って終わろうか。もはやミネットゲームズの名物となりつつある配信プレゼント。間違えた。手紙じゃないんだ。配信プレゼント。おっす。お待たせいたしました。野菜のバスケット。マジかよ。野菜のバスケットだって。飾るか。飾るぞ。開ける。飾る。どんな感じ？うわー、なんだこれ。なんだこれ。ちょっと想像してたのと違うな。できればさ、ピクニックとかのさ、あれが良かったね。サンドイッチのやつ。サンドイッチのバスケットとかが良かったんだけど、なぜに野菜なんだろうね。まあいいでしょう。というわけでね、配信プレゼントまだ受け取ってない方ね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。この辺で終わっときましょう。じゃあな。